日本ハムが夏に加速、年間84勝ペース、何が起きるかまだわからないぞ。日本ハムがロッテに快勝、2連勝で8月10勝目を挙げた。貯金は新庄政権&今季最多の12、ロッテの先発、佐々木朗希のアクシデント降板もあったが、打線は水野が4号ツーラン、レイエスが12号ソロと活発だった。お立ち台で水野は、なんとかホームランが出てほっとしてます。明日からも全力で頑張りますと笑顔。最近5戦4発のレイエスは、ファンの声援のおかげで打席でアドレナリン出てる。まだ優勝を目指してやっていきたいとコメント。先発の加藤は8回100球を投げて8安打1失点、6勝目を挙げた。8月に入って10勝3敗の勝率7割6分9厘の超ハイペース。残り38試合をこのペースで進めば、最終的な勝利数は84勝になる。昨季リーグ3連覇したオリックスは86勝だった。今年の首位ソフトバンクはそれを上回るペースで白星を重ねている。だが、この先何が起きるかはわからない。これにネット上では、レイエスはだいぶ日本の野球、ボールに慣れてきたのかバットに当たるようになってきたし、メジャーでシーズン35本以上打ったこともある、比類なきパワーはやっぱり伊達じゃないなと思った。新庄監督がレイエスが不調で登録抹消された時、後半戦はレイエスがキーポイントになってくる言ってたのがカンピューターなのか。最近の活躍がその通りになってきてるなと驚いてる。6年ぶりの A クラス入りは決定でしょう。令和になってずっと B クラスでしたし、そろそろ A クラス入りしたいからだと思います。久しぶりの A クラス入りにファンたちも喜ぶでしょう。